ルブルジェ空港はフランスのパリ郊外にある空港。空港の位置は現在セーヌ・サンドニ県とバルドワーズ県にまたがっている。1930年代のルブルジェ空港パリで最初、そしてフランスで最初の本格的空港としてパリ郊外北方のセーヌ・サンドニ県のルブルジェ2919年に開港した。その後1932年にパリの南方に オルリー空港が開港するまでの間、パリで唯一の国際空港として、スカタやエールオリアン、アエロポスタル航空などのフランスの航空会社のハブ空港として機能するほか、ヨーロッパ各国から多くの航空会社が乗り入れていた。1927年にアメリカ人のチャールズ・リンドバーグが世界初の大西洋無着陸横断飛行を行った。 時に着陸したことで知られているほか、1937年には、日本の飯沼正明が操縦する紙風号が、東京の立川飛行場とロンドンの間を結ぶ、世界記録飛行の際に立ち寄ったことでも知られている。第二次世界大戦後しばらくの間は、オルディン空港と共に、パリの主要空港として使用され、主に国内線や近距離国際線に使用されていた。 1974年にロワシー、アンフランスにシャルルド・ゴール国際空港が完成して以降、定期旅客便はそちらに移行した。現在はプライベート機の発着や初夏に行われるパリ航空ショーの会場として知られている。隣接するルブルジェ航空宇宙博物館には、コンコルドをはじめとする過去のフランス製の隠し航空機やロケット、武器などが多数保存されている。 ありがとうございます。